こんにちは、吉田さん。いや、懐かしいですね。車検が150万とかね。確かその時だったと思うんですけど、違う時かな。吉田さんは、ある人に100万円を貸して、これで、この100万円は絶対いるんで、絶対返してくださいよって言ったけど、返ってこなかったんですよね。私ね、あの100万円が車検費用に払おうと思った100万だったのかなと思ってたんですけどね。まあ、どっちにしても、まさにお金降ってこないんですよ。自分が手にしたものだけ、掴み取ったものだけが本物で、たまたま来たお金っていうのは、なんかたまたま来ることはあると思いますけども、まあ、歌方なんですよね、そういうのはね。まあ、ですので、やっぱりね、自分の腰を据えた金、自分で掴みに行かないと。銭のような必死になって稼ぐもんやとかってね、萬田銀次郎さんも言ってましたよね。銭は追われるもんやない、必死になって稼ぐもんやとかね、まさにね、お金の入る当てがあるっていう言葉ほど当てにならないものはないんですよね。まあ、いろんな意味で萬田銀次郎さんのストーリーは私たちに大いなる経験を与えてくれました。あれって原作まだ続いてますよね。漫画本欲しいな。なんか全部買おうかな。一応全部読んだと思うんですけども、まだ続いてるってことはまだ読めてないんじゃないかなと思いますね。なんか M 資金の話までは私読んだんですけどね。はい、それでですね、車検の話はともかくなんですけども、やっぱこう、給料払う側とかもらう側っていうのがあります。私はどっちかっていうと、全員の給料を計算して払う側だったんで、給料払う計算をした後は、その現玉をね、なんとかしないといけないですよね。その現金を、その現金って、店が売り上げを上げないと、もうあとはこっちで作るしかないんですよ。店の売り上げが少ないから、お前らの給料これだけなっていうわけにいかないじゃないですか。その代わり、経営者っていうのは儲けた時には、まあ、社員をね、同じ給料でたくさんの利益をこっちに持ってくるってことができて、経営者にはコミッションが入るわけですけどね。だから、ある意味経営者って従業員を搾取するようであって、従業員に搾取されてる例の方が多いわけですよ。この日本で最も給料の安い役職は代表取締役というね、例がありますし、会社を経営していて、まあ、会社っていうのがありますよね。自殺者の多い、最も多いポジションっていうのは間違いなく代表取締役です。ね、一従業員が自殺をされることもね、あって、それは非常に痛ましいんですけども、確率としては経営者が死ぬことの方が多いですね。で、そこで思うんですけども、やっぱりね、見えてる景色が違うんですよ。まあ、男尊女卑でも何でもないんですけども、シンプルな現象として、まあ、一家の収入源の主たるものってのはお父さんが持ってきますよね。だから、家計が足りてるか足りないかっていうのは、お父さんが最もよく見えるんですよ。で、結果的にお金を何とかしないといけないのはお父さんなんですよね。父ちゃん金がないよ、あなたお金が足りないわよって言われたら、いや、言う方はいいけど、作るの俺かいみたいなね。その中で無理やり作ってこようとして、消費者金融とか行くと首が回らなくなって、言い出せなくなっちゃって、家族にね、で、命を絶つみたいなこともあるんで、やっぱ40代50代男性の死亡率っていうのは非常にね、自殺率ってのは高いわけですよ。だから、そこで思うのは、まあ、少なくともね、家っていうのは、家族、家計っていうのは一体であり、お父さんが苦しいことをみんなでね、分かち合わないといけないかなと。それこそみんなで我慢したり、少しずつバイトをしてみたりとかね。で、お父さんに協力してあげないと。じゃなかったら、お父さん追い詰められて、家族には金がないってことは言えないし、じゃあ飛び降りちゃおうかなってことになりますんでね。で、社長も同じですよね。社員を裏切って夜逃げするか、それとも誠実に払えないからっていうんで、もう追い詰められちゃうかとかね。だからね、社長ばっかりが割を食う世の中なんですよ、実は。多くの働いていらっしゃる方は、経営者の方がね、自分から搾取してるように見えますけども、社会保険料のね、あれ、ほんとすごいんですから、社長の支払いっていうのは。社員が思ってる以上に社長は搾取されてますからね、時間的にも精神的にもお金的にも。だから、どこの立場にいるかによって見える景色が違いますけども、ほとんどの方が雇用者側なんですよ、この日本は。職場を与えてもらってる側なんですよね。でも、職場を与えるのも大変ですよ、ね、だって上司を貸して、部下を貸して、同僚を貸して、職場を貸して、制服を貸与するところまであるわけですよ。どんだけ会社はマイナスからスタートするんだってことですよね。そもそも人材募集だってすごいコストですからね。いろんなタウンワークとか出したりするわけじゃないですか。広告、募集広告、従業員、スタッフ募集みたいな。で、面接にも費用かかりますからね。3人面接して3人とも採用ですってことはないですから。やっぱりね、10人100人面接しても、
なかなかね採用に至る人がいないっていうのが現実です。そして人事の人、面接する人っていうのはそれなりに見識があって時給の高い方ですよ。時間帯効果の高い方、そういう人を当てないといけないわけですよね。だからまあ吉田さんのようなあのご経験っていうのはね、私もよくわかりますね。まあ、だからこそ今すごく共感するところがあったりするのかもしれないです。そしてまさに今ね YouTube こうやってやり合ってますけども、やらない人にははっきり言ってわかんないです、このねメリットと喜びは。あのそこそこね数百本で挫折して疲れたって言ってる人にはわかんないですね、1万本の世界っていうのが。これはね大いに思います。1万本からがスタートだと言えますね。まずは1万本やってから話をしましょうってことになります。それまでね時間がないとか疲れたとかネタがないとかって寝言なんですよこれは、うん、そんなこと関係なくて、まず1万本まではもう思考停止してノンストップ、そっから話をしましょうってことですね。まあ何でもそうですね、スポーツでも、うん、20キロぐらいジョギングできるようになってから球を握れフィールドに入れって話だと思うんですよ。基礎的な体力とか工夫、それから自己解決能力がなかったらビジネスはいつも誰かが手を引いてくれる世界ではないですからね。本当に取り合いですから、ある意味ね正々堂々と取り合っていこうと思います。いたしゃい。